こそ世と一つになる決心はついたか。決心ってそもそも一つになるってどういうこと？一つになるとはナホビノになるということ。奪われた半身を本当の自分を取り戻すということよ。本当の自分。世と一つになればそちの悩みを解決するぞ。見つけた。サオリを返して。何を言う。世とその半身は一緒にいるのは自然であろう。自然。サオリ、そいつといちゃダメだよ。帰ろう。でも私は。ラフムは彼女に執着している。その隙をついて攻撃が可能。了解。見せてあげる。よし。
何も言わなくていいから一緒に帰ろう。二人とも聞いて。あのね、二人ともバカね。娘はすでにラフムに。愚か、実に愚かなり。こしゃくな相手であったが、これで世の偉大さを理解できたであろう。世をたたえ、震えながら生きがいい。さあ、お前も世の生贄となる。また。
何もできなかった。私には誰も救えないの。嘆くな、そなたには使命がある。その使命に目覚める時だ。目覚め。さあ、内なる意識を解放するのだ。ありがとう。これで。嫌だ。ヨガ、ようこそな、創世を。無事だったか。ラフムは倒したんだよな。五木島は無事なのか。五木島か。そういえば磯の神の姿もないようだが。五木島だけではなく、聖女である磯の神まで被害に遭うと。ともかくこの情報をベテルに報告せねばならない。僕らは先に戻っている。君も準備ができたら報告に帰ってくれ。